美月さんが。夏服とても可愛いですね。すごいいいと思うよ。とても気に入りました。エロくね。矢野があの格好で働くのダメでしょ。成長してんの。昔は私よりちょっと夏服がセクシーになってしまうでしょ。確かに胸の分少しデザインを崩セクシーになってしまうのは美月さん的に困る。そういうことでしたら問題ありません。見たらどう思うのかわからないじゃないですか。他の人って何よ。夏服はダメだって言いたいの。ならちゃんと言いなさいよ。ってないですよ。お客さんのことも考えて。誰が見たってエロいじゃん。